神甲子園球児。まずは1回の表、先頭バッターは上田。第5球投げました、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。次が4球目、投げた、おっとデッドボール。左バッターボックスは川端。第4球を投げた、打った、破ってったボールは中継、川端ナイスバッティングです。タイガース先制のピンチを迎えます。第4球を投げた、空振り三振。さあ先制のピンチで迎えるバッターはバレンティン。第4球を投げた、見逃し三振。岩田ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち、1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは高山、シーズン最多に打ったい当たりだ、ダイレクトに当たった、ボールは中継、高山ツーベースヒットを放ちました。タイガース先制のチャンスを迎えます。バッターは2番江越。第5球投げた、打った、川端取った、一塁送球アウト、江越いい当たりでしたがサード正面、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。来た、行った、一直線、入った入った、ホームラン、第31号先制ツーランホームラン。バッターは4番福留。背番号、投球これから5球目、打ちました、1・2塁間へ、山田ボールを取る、1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番北条、投げました、145キロ直球、空振り三振。1回の裏が終わりまして2対0、タイガース。2回の表、2点を追いかけます、スワローズの攻撃。先頭バッターは雄平、第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。ボールが点々と転がっている、ボールはセカンドへ、雄平いいバッティングを見せました。バッターは7番畠山、投げました、打った、レフトへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げました、ストライク、見逃し三振。バッターはピッチャー石山。石山背番号12。次は4球目、投げました、これは引っ掛けた、当たり損ねはショートゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。結局二塁残塁で終了です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは鳥谷、これは引っ掛けた、フラフラッと上がった、セカンド落下点、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番西岡、次が4球目、投げた、打った、流し打ち、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番梅野、投げた、流し打ち、どうだ、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取って、これで3アウトチェンジ。タイガース、ワローズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは上田、今日の第1打席はスイングアウト、流し打ち、ファール。次が5球目、打った、流し打ち、抜けた、ボールは中継、上田いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番荒木、第1球上田走った、投球ボール、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。ショート荒木、第4球を投げた、ストライク、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。次は5球目、投げた、カットボール、空振り三振、2者連続三振になりました。岩田ナイスピッチング。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー岩田、三振、先頭バッター三振に倒れました。打順はトップに帰って高山、第4球を投げた、打ちました、いい当たり、センター方向に持っていきましたが、センター取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは江越、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。あっと引っ掛けた、内野ゴロ、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。阪神、試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは山田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、抜けた、ボールは中継、山田ナイスバッティングです。
バッターは5番バレンティン、今日2度目のバッターボックス。これはストライク、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁を許す。レフトバレンティン、次が4球目、見逃しの三振。バッターは6番雄平、これが2度目のバッターボックス。次は6球目、投げました、インコース、空振り三振、ピンチを連続三振で。右バッターボックスは7番畠山、第1打席、第5球投げました、打ったに当たりだ、入れば同点だ、ダイレクトフェンスに当たった、スワローズ1点返しました。畠山タイムリーツーベース、タイガースなおもピンチが続きます。バッターは8番中村、今日2度目のバッターボックス、第5球投げました、打ちました、三遊間の当たり、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対1、今タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはゴメス、第3球を打ちました、引っ掛けた、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番福留、最初のバッターボックスはセカンドゴロに、縦のスライダー、空振り三振、低めの変化球にやられました。次が4球目、投げました、低めボール球打った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー石山、投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振。センターは上田、第3球打った、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番荒木、今日はデッドボールと三振、打ちました、ゴメスバックしていった、取りました、これでスリーアウト。岩田、この回きっちりと3人で抑えています。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは鳥谷、第1打ちました、打球はファースト右、畠山一塁キャンバス踏んでアウト。バッターは7番西岡、最初のバッターボックスは内野ゴロに、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、西岡ツーベース、これで2打数の1安打。右バッターボックスは8番梅野、第1打席はライトフライに倒れています。第3球を投げた、打ちました、破った、二塁ランナーそのままホームへ向かった、二塁ランナーホームイン、タイガース1点入りました、3対1。バッターはピッチャー岩田、第3球はあっとスリーバント、これはピッチャー正面に転がる、二塁フォースアウト、送りバント失敗、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第4球を投げた、打った、一二塁間への当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして3対1タイガース。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは川端、次は4球目、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番山田、これが3度目のバッターボックス、流し打ち、どうだ、ゴメスダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、バレンティン、いいバッティングを見せました。バッターは6番雄平、今日3打席目。さあ4球目、カットボール、外れてフォアボール、岩田ストレートのフォアボールを与えます。タイガースピッチャー投球、これから5球目、打ちました、これはいい当たり、入れば逆転だ、伸びた、伸びてレフトを見上げた、ホームラン。第8球、バッターは8番中村、今日は三振とショートゴロ。次は6球目、投げた、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターは平際の魔術師坂口、1000本安打に王手をかけています。背番号42
第3球を投げました。打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって4対3、タイガース1点をリードされています。石山降板、ルーキーのタイガース、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは江越、投げました、打ちました、三塁線破った、バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ、江越ツーベースヒット、初安打。バッターは3番ゴメス、今日2打点を挙げています。さあ投げました、打った、当たり損ない、山田掴んだ、アウト、タイガース、なおもチャンスが続きます。中島、左対左の勝負になります。今日はセカンド、第4球を投げました、スライダー空振り。第5球投げました、打った、いい当たりだ、センターへ上がった、センター交代、ヒット、センターからセカンドへ、タイガース同点、4対4、福留タイムリーツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。9個、結局一つのアウトも取れずに。バッターは5番北条、今日は三振とサードゴロ。投球は3球目、投げた、打ちました、セカンドが落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わります。左バッターボックスは6番鳥谷、今日はセカンドフライとファーストゴロ、打って出た、抜いていった、鳥谷ナイスバッティングです、初安打。今日ツーベースを打っている西岡、タイガース一打勝ち越しのチャンス。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。阪神甲子園球場からお送りしています。阪神ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは上田、今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、打ちました、いい当たり、右中間のフライ、これはヒットになります。ボールは中継、上田ツーベースヒットを放ちました。タイガースピンチを迎えます。今日元気のない荒木、タイガース一打負け越しのピンチを迎えています。タイガースピッチャー交代、2番ショート荒木、第2球投げた、バントした、ピッチャー前に転がした、タッチはアウト、これでワンアウト、送ることができません。ワンアウトランナー一塁に変わります。投げた、流し打ち、二塁送る、二塁セーフ、セーフ、セーフ、タイガースピンチを迎えます。今日は安打を放っています、バッターの山田、タイガー第4球を投げました、あっとキャッチャーこいつ、梅野今拾った、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。タイガースここで前進守備をします。打った、これはいい当たりだ、入れば勝ち越しだ、さらに伸びていく、入った、入った、ホームラン、第16号スリーラン。代打は田中、第4球を投げました、ボール、フォアボール、ストレートのフォアボール、左バッターボックスは6番雄平、さあ試合次は5球目、投げました、打った、いい当たりだ、いったか、どうだ、入るか、ヒット、雄平いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ここまで2安打の畠山、藤川ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。タイガースピッチャーを変えてきました。7番ファースト畠山、さあ第3球を投げました、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、見上げた、スリーランホームラン。バッ
バッターは8番中村、今日4度目のバッターボックス。第4球を投げました、打ちました、ヒット。中村いいバッティングを見せました。バッター平際の魔術師坂口、これまでに積み重ねてきたヒットは9。打った、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、坂口ナイスバッティングです。坂口締めの今日2本のヒットを放っている上田。第4球を投げた、打った、ヒットになります。上田いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。次は5球目、投げた、見逃し三振。満塁のピンチで迎えるバッターは川端、今日はここまで4打数1安打1三振、投げた、見逃しの三振。7回の表が終わって10対4タイガース勝ち越し。ペレス降板。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは梅野、投げた、変化球、空振り三振。先頭バッター三振に倒れました。バッターはピッチャー高橋。バッターは代打新井に代わりまして、次は5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、これは平凡なレフトフライ。坂口取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って高山、シーズン最多2塁打まであと、打った、引っ張った、ヒット、打ったバッターは2塁へ向かった、高山ツーベース。バッターは2番江越、今日はここまで3打数1安打。さあ投げた、打った、痛烈な当たり、取って、これで3アウトチェンジ。セカンドランナー残塁、7回の裏が、タイガースピッチャーを交代し、8回の表これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは内角低め、見逃し三振。さあ5球目、打ちました、いい当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。石川ナイスバッティングです。左バッターボックスは6番雄平、今日はここまで3打数2安打1三振。投げました、打ちました、セカンド左横のフライになりました。西岡余裕があります、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。さあ投球は5球目、打った、いい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきました、レフト交代。畠山一塁回って二塁へ、畠山ツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。右バッターボックスは8番中村、第4球を投げました、インロー、空振り三振。8回の表が終わって10対4。さあここは守備を変えてくるようです。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。さあ第4球を投げました、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番福留、今日はここまで3打数1安打1三振。打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、届いた、ホームラン、ホームラン、第25号ソロホームラン。バッターは5番北条、これが4度目のバッターボックス。第4球を投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール。次は4球目、あっと引っ掛けた、打球はセカンド後方、セカンド取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第5球投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、畠山ボールを掴んだ、石川取ってアウト、3アウトチェンジ。8回の裏が終わりまして10対5タイガース、あと5点。バッターは平際の魔術師坂口、投げた、打った、サードの右、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って上田、今日はアウトコース高め、見逃し三振。さあ4球目、引っ張った、打球はライト右、ファールボール、投げた、打ちました、セカンド真正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。
松田三者凡退に抑えています。9回の裏5点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターは梅野、打ちました。ショートの頭上フラフラっと上がっている、ショート取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー松田。ピンチヒッターは中谷に変わりまして、中谷に次が4球目。投げた、打ちました。山田取った、一塁送球アウト。ここは意地を見せてほしい。打順はトップに帰って高山、タイガース最後のバッターになるのか。打ちました、鈍いゴロ。今波ボールを取る、アウト。試合終了、タイガース敗れました。さて本日のヒーローは畠山、本当に今日は大活躍でした。